クーツハート、現在の科学では到底作り出すことのできないその宝石を一人の天才が作り出したと。政府の機密書類にはそう書かれてた。家庭も理由もわからねえが、その天才は自らの娘の体に宝石を埋め込んだ。お前のことさ。そんなの当然じゃねえか。イギリスに住んでるやつなら、いや、むしろなんでお前が知らねえんだよ。実の父親だろ。まず第一に、お前の父親はアイザック・ベックフォードって科学者だ。イギリスの、いや、世界の歴史を、ギリシャ神話で人類に火を与えた神の名さ。その蒸気エネルギーの保存を可能にした発明により、アイザックはイギリス英国の軍事技術顧問となった。アイザックは強力な新兵器を数々開発するとともに、飛行都市ロンドンの建設に着手するも、ロンドンの完成を見ることなく自らの地位を後任に託した後、ある俺の入手した情報によればそうなっている。とにかく英国軍の連中はホロロギウムを回収するために、全ての背後にあるのは、そこで華麗なる泥棒紳士であるこの俺は、連れて行かれるお前を、まあいきなりいろいろ話しても理解できねえだろ。また機会。さて、ホロロギウムだが、お前の体に、あ、お前、全部話す。それはそれとして、お前はまず服を着ろ。どうしてって、そりゃお前レディのたしなみってもんだろうが。紳士だったから良かったものの、いや別に怒ってるわけじゃないさ。記憶もそうだ、常識がねえってのも不便なもんだ。さっきから疑問に思ってたんだがよ。そうじゃねえけど、お前海にさらわれてるんだぜ。なんだお前、変
わってんな。確かにな。変わってるもん同士、話が合うかもしれねえな。ま、そういうことなら話は早い。俺の根城はロンドンにある。これからそこに行くぞ。そう、気候都市ロンドンだ。本気で知らねえのか。これはこれは。いや、悪い悪い。別にバカにしたわけじゃねえよ。ロンドンってのは地名だな。せっかく。何？行けばわかるさ。見たことないって。おう、遠慮な。お前がアイザックの計画を知る手がかりになると踏んだ。俺はアイザックを追う。行方不明になって、未だに歴史の舞台裏で何か毒でもないことを企んでる。で、その計画を阻止するために、奴の娘のお前なら何か知っているかもと思ったんだ。だが、俺の勘は鋭くてな。お前は軍の連中からかっさらう形にはなったが、俺に協力。頷くとは思ってない。ずっと孤独に生きろって。そんな親の言う。それにな、自分のことどうでもいいなんて言うな。お前にとってお前より大切な奴なんていねえんだ。それによ、お前も父親に会いたいってならこっちから探しに行けばいい。そうだ、ロンドンにはあらゆる情報が集まる。大体あの屋敷にいたら今度こそ軍隊に連れてかれるぞ。ロンドンには貴族専用の。ああ、必ず何とかしてやる。だが、そのためにもお前には協力してもらうぜ。よし、これで契約は成立だ。決まれば。おう、覚悟しとけよ。あいつはお前みたいな可愛い女に目がねえから。もちろんでございますとも、お嬢様。ロンドンに着けば、あなたの美貌に多くの男が誘惑されることでしょう。甘い罠にはくれぐれもご用心くらい。ここ笑うところなんだ。雑多さじゃ。ヘイルパン、生きてたか。いや、遅くなって悪いね。愛車が言うこと聞かなくってさ。って、誰だその可愛い子ちゃん。あ、さてはお前、お宝盗むの諦めてナンパしてやがったな。俺にも紹介しろよ、この野郎。みちお。アホ。目の前にいる、その可愛い子ちゃんとやらが、おた。は？何言ってんの？